さあ、鴨川に到着しました。お疲れ様でした。いやー、本当にね、毎週毎週父は金曜日の夜から、本当だよ、毎週金曜の夜から車を運転して1時まで運転をして、そうやって子供たちを楽しませる、それが私の仕事です。まあね、それが僕の子育てなんです。僕はそんなことしかできないんです。ちっぽけな人間ですから。明日から3連休ですね。はい、また贅沢な扱い方してるね。そうだね、3連休なんだけども3泊しちゃうっていう。休みをフルマックス遊ぼうと思ってます。夏は始まったばかりですよ。まだ梅雨明けてないです、関東。今年は長梅雨。それでは皆さん、明日また早くから遊びたいと思います。グナイ。おはようございます。おはようございます。かなり寝坊しました。おはようございます。おはようございます。海行ってくるぜ。行こう行こう。行ってきます。バイ。着いたので遅めの朝食にしたいと思います。私は左ふくらはぎがつって終了しました。チーン。遅めの朝食いただきます。何をやってるんだ君たち。石を作ってるんだ。すごい。彼らは堰を作って水を止めています。新しい川を作ってるんですね。妻が海に入ります。あ、ダメよ。もう溢れそうです。あ、溢れてきたよ、溢れてきたよ。あー、なんてこった。堤防限界。やったやった。新しい川ができました。堤防決壊、避難勧告です。逃げてください。海がもう一気にいった。上がるの早くないですか。多分3分ぐらいしか入ってないです。海に入っただけで満足。あの温泉みたいな感じでね。浸かるだけでいい。行くぞ、ヒューゴ。さあ、今日のランチは久々に富士吉。お魚の美味しいお店です。行ってみましょう。新鮮な魚介を食べます。はい、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ルン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 。マグロ食べ比べ丼、いただきます。
完食。いぶき、わさび3個。完食。完食。やれや。美味しかったね。助けて。美味しかったね。美味しかったね。いや。あ、後ろ見て。なんと予定よりも半日早く雨が降り出してきました。キャンプ場向かうぞ。キャンプ場到着。さあ次第に宴会場並びにキッチンが完成しつつあります。いや楽しみですね、今夜のディナー。めちゃめちゃ楽しみ。はい、父ちゃんは天然パーマ、地下中泊をお役立ちグッズ紹介のコーナーです。今日はですね、こちら雨の日に車中泊するときに役に立つこのサイドカーテン、こちらサイドカーテン、これですね、夏の車中泊はやっぱり後ろをね開けて通気を良くしてないと相当暑苦しいです。今日みたいに雨の日はね湿度も高いのでめちゃくちゃ暑苦しいですね。ところがこっち面ね、こっち面雨がザバザバ吹きつけてくるともうガンガン中に雨入っちゃうんですよ、この横側からブワーってね。なのでこの両サイドにカーテンをつける、たったこれだけで強い雨の日風が吹いたりしても吹き込むことなく快適に寝れると。こちらはですね、何でこう止めてるかというと、ね、上は吸盤フック、サイドはマグネットフック、吸盤フックで、ボトムはですね、泥除けに引っ掛けて、でこっちはペグ打ちしてますね。このようにちょっとね可愛いシャワーカーテン、これはニトリで見つけました。500円ぐらいだったかな、このシャワーカーテン。ちょうどサイズもいいサイズですね。このカーテンの張り出しの長さは自分で好みで調節できます。さあというわけで小鳥さん、今回の車中泊お役立ちグッズはシャワーカーテンを利用したサイドカーテンですね、をご紹介しました。なんかこんなバコンってかぶせてテントみたいになるとか、あんな大げさな組み立てとか必要ないです。マグネットと吸盤フックだけでポコポコポコっとつけられちゃいますので、超おすすめ。しかも1000円ぐらいで全部揃っちゃいます。快適グッズでした。皆さん雨の中テント設営ご苦労様でございます。やっぱ車中泊っていうのはテントを立てないでいいから楽でいいよね。テント組はこの雨の中わざわざ濡れながらテントを立ててるらしいんですよ。あっは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 。嫌味を言いに来ました。あ、僕が優雅にチューハイを飲んでる間にようやくテントは完成したみたいです。いや大変大変、テントの人たちはご苦労様です、ご苦労様です。僕が車中泊に完全シフトすると決めた理由は全くこれです。雨の日の設営片付けはやりたくないからでした。テントの人たちが一生懸命テントの設営をしている中、妻は優雅に寝床を作っております。これが車中泊の醍醐味ですね。こちらがパーティールーム、雨が降っても大丈夫なように今回の2日間のキャンプのねベース基地ができました。あとは夜ご飯のみ楽しみ。今回のキャンプサイトこんな感じで完成しました。これからディナーに向けて仕込みだそうです。これねブロックだよ、合体できんだよ。突然こんな美しい虫を見つけることができました。見てくださいこの色、前回のリベンジですよ。捕まえてください。頑張れ両脇両脇、君ならできる。そうだ頑張れ葵、いける。そうだ捕まえて、やったてってれー、やりましたね、やりましたね。さあ備長炭に火が入りました。それはつまり宴の始まりを意味する。分かってるかお前たち。青井選手人生初の火付け担当。そう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 、いいんじゃないですか。いいじゃん、上手上手。これが僕たちの今夜のご飯に大きく影響しますからね。サーモンのマリネめちゃめちゃ美味しい。うん、美味しい。父ちゃん
どっか冒険しに行こう。冒険しに行くじゃん。うん、冒険冒険。それでは私たちは、おー、いいじゃないですか。探検に行きたいと思います。いいですか？君行こう。キャンプ場探検です。行ってみましょう。さあ、今歩いているのは内浦山県民の森キャンプ場です。総合センターです。来ちゃったんで行きましょうか。ちょっとだけ。こんな感じですね、中はね。こんな感じです。枝豆ガーリック炒め、琴江さんが作ってくれました。食べてみたいと思います。なんでさ、なんで2回目で感想ないの？父ちゃん、なんで食べた？おいしい、素晴らしい。何これ、すげえうめえ。琴江さん、ありがとう。おいしいです。さあ、やはりバーベキューといえばサーの称号がついたこの肉、サーロイン。やばいでしょう、きっと。なんということでしょう。美味しくないわけがない。マンダラ、はい、ステーキ焼けました。ステーキ、ヒューフー、ステーキ焼けました。カットします。ホンビノス、おい、パカッときたよ。超でかいハマグリみたいな感じ。会話できました。ホンビノス、チェケラ。ありがとうございます。中見てもいいですか？やっほー。何それ、超うまいんですけど。何て勇気が書いたの？掘った。栗を、え、掘って、ちょっとだけ掘って。すごい、いぶき、ありがとう。やっほー、やっほー、見てみて。いぶき、やっほー、いぶき、え、青いでしょ。やっほー、いぶき、やっほー、サンキュー。イエーイ。カルビ焼きます。カルビ焼きます。大事なことなので2回言いました。カルビ焼きます。3回言いました。やばいです、やばいです。雨がやばいです。俺ら本当、明日どうしたらいいでしょう。雨がやばいです。深夜、早朝3時です。 Dude, that father is 10 men permed.